どうも、ルカです。今日は iPhone 12 mini が届いたということで、早速開けたいと思います。といってももう開けちゃったんですよ。こちらです。これまだ剥がしてないんで、剥がしちゃいましょう。その前にこれ、ケースとフィルムを買いました。ゴミ取り用のものが2つずつと、貼るときのガイドライン取り節で、フィルムが2枚、あとこんなのが、頑張れ祈りの下で花、現在未来もあなたと共に、しおりが入ってました。よし、ほこり入れないように、これで拭くのか。まずじゃあこれか、いや拭かなくてもいいか。おお、綺麗に貼れた。割と綺麗かな。綺麗に貼れたぞ。次じゃあケース、アイフェイスのやつを買いました。うわーかっこいいな。いやー、ちょっと電源つけてみよう。ついた。ハロー、こんにちは。すごい。おいや、今までセブンプラス使ってたから、上から下まで全部画面なの初めてなんですよ。クイックスタート、クイックスタートなったんで、ちょっとやってみます。おお、すぐ設定できました。すごっ。設定が終わりました。フェイス ID 初めて使ったんですけど、すごいねこれ。で、あとはホームボタンないから、ちょっとなんかね、慣れないっすね。なぜ僕が12 mini を選んだかというと、今まで7 plus を使ってたんです。こんな一回りも mini の方が小さいんだけど、ディスプレイサイズは 0.1 インチだけミニが小さいって感じだったんで、それならちっちゃくてもいいじゃんと思ってミニにしました。で、色をね、本当は青が良かったんだけど、赤にしたんですよ。赤を買うとどうやら寄付されるみたいなんで、まあやらない善よりやる偽善ということでね、購入しました。なので僕の iPhone はね、実質無料です。寄付したら iPhone もらえました。ということで、かなり雑でしたけど、iPhone 12 mini 買ったよという動画でした。ぜひ皆さんも寄付してね、無料で手に入れましょう。ご視聴ありがとうございました。以上、ルカでした。バイバイ。